ウラル山脈、ユレルスキーゴリは、ロシアを南北に縦断する山脈。ユーラシア大陸をヨーロッパとアジアに分ける、境界線の北側を形成している。ウラル山脈は、石炭気候期にできた古木造山帯で、現存する山脈でも最も古いものである。ウラル山脈は、並行する小さな山脈群からなり、東経60度の経線に沿って連なっている。カザフスタン北部のステップ地帯から、北極海沿岸のツンドラにまで伸び、長さは約 2498km、平均標高は 900m から 1200m である。最高峰は 1895m のナロードナヤ山、バイガチ島とノバヤゼムリャもこの山の連なりの一部にあたる。地形の侵食が進んでいるため豊かな鉱物資源がむき出しになっており、中にはベリルやトパーズといった宝石もある。また、ウラル山脈の北西部にあるコミの原生林は、動植物相の豊かさで知られよ遺産に登録されているが、その地下にある豊富な金鉱のため開発の危機にさらされている。ウラル山脈の西部は、ボルガ川水系に属し、カマ川やベラヤ川などの大河が流れ大陸性気候の森林地帯になっている。一方山脈の東部は、オビ川、エルティシ川水系に属し、南部はステップ、中部は西シベリア低地の大河と広大な沼地が広がる。山脈の南部からは、ウラル川がカスピ海へ向かって流れ、アジアとヨーロッパの境界線をなしている。山脈北部からは、ペチョラ川が西へ流れ、北極海の一部であるバレンツ海に注いでいる。ウラル山脈は 68% がロシアに属し、南の 32% はカザフスタンに属する。地理学者は、ウラル山脈を大きく南部ウラル、中部ウラル、北部ウラル、北極ウラルに分ける。北部と南部は 1500メートルを超える、比較的高い山が多いが、中部は600メートルから800メートルと低い山が続く。森林限界は北へ進むにつれ、標高1400メートルから海抜0メートルにまで下がってゆく。南部と中部では山脈のほとんどが森林地帯である。ウラルとはトゥルク書語で帯を意味する。石の転がる山地が帯のように続くところからこの名があるとみられる。このウラル山脈が北アジアの先住民だったウラル語族の民族の故地、あると考えられてきたが、後の研究では、ウラル語族の故地は、山脈西側のロシア中央部ボルガ川流域、または、サヤン山脈北麓、両河地域などの説が出されている。ウラル山脈の存在は古代ギリシアでは、ヘロドトスの頃にはすでに知られており、ユーラシアを旅したアラブ人旅行者らも多くの旅行記を残している。ロシア人によるウラル探検は、ノブゴロド公国の商人らが毛皮を求めて、山脈を越えた11世紀に始まり、ウラル山脈北西部から流れるビチェグダ川などを遡ってフィン・ウゴル語族の諸民族と毛皮易を行った。やがてロシア人は16世紀頃からウラル山脈中部の西にあったカザン半国や山脈の東にあったシビル半国などトゥルク系やモンゴル系の諸民族の国を征服し、これをロシアに組み込んでいった。ウラル山脈中部は標高が低く緩やかで、ボルガ川水系の支流とエルティシュ川水系の支流が入り組んで流れており、これらの川を結び9を超える陸路を開発することにより、両水系が結ばれ、河川を通じたロシア人のシベリア進出を助けたシベリアの河川交通も参照。ピョートル一世、大帝の頃より、ウラル山中では鉱山資源の開発が進み、次々と鉱山庁や工場庁が生まれ、やがてロシア帝国及び後のソビエト連邦の重工業や軍需産業を支えた。19世紀末にウラル中部を越えてシベリア鉄道が開通したこと、ソビエト連邦による重工業化政策がウラル一帯でも進められたこと、そして第二次世界大戦の独ソ戦により従来の工業地帯だったヨーロッパロシアから多数の工場が疎開してきたことにより、ウラル山脈中部一帯はソ連有数の工業地帯へと変貌していった。ウラル山脈は地球に現存する最古の山脈の一つである。2億5000万年から3億年前に形成された古希、造山帯の一つで、長年の浸食によりなだらかで低い山地となった。ウラル山脈は、石炭紀末期からペルム紀にかけて始まり、三畳紀からジュラ紀初期頃まで続いたウラル増産運動、ユレイリアン・オーラジャニーにより形成された。石炭紀後期、シベリア大陸西部とバルティカ大陸東部が衝突し、さらに小大陸カザフスタニアも衝突し、この衝突により起こったのが、ウラル増産運動である。一方バルティカは、反対側で、ローレンシア大陸とも衝突していたため、超大陸、ローラシア大陸が誕生し、さらにローラシア大陸とゴンドワナ大陸の衝突で、一つの超大陸パンゲア大陸が生まれた。これが後に、様々な大陸に分かれたが、シベリア及びヨーロッパはこの後も分裂せず今日に至っている。ウラル山脈が最初に組織的に科学調査されたのは、サンクトペテルブルク大学の鉱物学者、エルンスト・カルロビチ・ホフマン、1801年から1871年により1828年からの調査だった。ホフマンは、ウラル山脈を何千キロメートルも歩き、膨大な量の鉱物を集めた。その中には、金、プラチナ、磁鉄鉱、チタン鉄鉱、廃チタン石、金鉱石、クロム鉄鉱、金緑石、石英、ジルコン、廃クロムザクロ石、フェナス石、緑中石、トパーズなどが含まれている。また金、銀、プラチナ、石炭、鉄鉱石、ニッケルなどの大きな鉱床も多く、ロシア帝国及び後のソビエト連邦の工業を支えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。